クリークという懸賞金1700万の海賊に対するみんなの意見を見ていくぜ。この時代の敵はまだギリギリ常識的な体型。ゴエジェクエは結果が決めるのさ。MH5 はグランドラインでも通用したかも。ミホークにやられて戦力はほぼ壊滅。飢餓状態でコンディション最悪。銀河裏切り。ここまでの圧倒的不利な状況で神であるルフィを海に沈めるとこまで持っていったのはかなりすごい。今出たら覇王色持ってる。武器に悪魔の実が食わせられるという設定があるから。今でも全身ゾーン系の武器で武装したクリークが再登場すると思っている。映画で使えそうな設定。本体は覇王色使えばめちゃくちゃ見栄えが良さそう。戦い方がゴリゴリのパワー系なのに二つ目は騙し討ちのクリークってのが最高にかっこいい。クリークもクロモインペルダウンで出なかったしもうフタドと出なさそう。タフな戦闘力に隠れがちだが最も特筆すべきはその胃腸の強さである。カームベルトからグランドラインに侵入して海王類を狩りながら一生懸命進んでたのにミホークはさ。赤犬と声が同じ。未だに全キャラで銀が一番好きだわ。ダイヤの拳がよくわからんけどなんか好きだった。ブキブキの女はクリークの嫁になって欲しかった。片当てが爆発反応走行で槍になるってのがジャンクっぽくて好き。飢餓状態からピラフいっぱいで2トンの槍をブンブン振り回せるレベルまで回復するってやばくね。懲りない男よ。今見るとなかなかかっこいいデザインだな。覇気さえ覚えれば普通に今でも通用しそう。イーストブルー時代のかなってみんな魅力あるよな。バギーはもちろん黒、クリーク、アーロンみんな魅力がある。いろんな武器を出してくるけどゴテゴテしすぎてないとこいいよね。雑魚いけど鉄壁のパールさんのような魅力的な幹部もいる。懐かしいな伊達男。超合金ドンクリークが欲しいね。こいつの何が悪かったかという議論になるとみんなが口を揃えてこう言う。運が悪かった。世界最強の剣士にいきなり切りかかられるとかひどい。ウイスキーピークルートだったら普通にいけたかもしれない。イガラムとかミスマンデーにはさすがに勝てるだろうし。そもそも街一つくらいなら MH5 で一発。対戦槍とかいうセンスありすぎる名前の武器。そもそもクリークという名前そのものがドイツ語で戦争の意味。この根性はすごい。アーロンのことは知らんのか？あいつは村に引きこもってるから知られてないのか？海軍にはいろ。味方にはきちんとガスマスクを用意する船長の鏡。ミホークにやられてなかったら5000万入ってたんかな。初手ミホークとかゲームなら運営に苦情入れるレベル。アーロン戦とクリーク戦を比較すると明らかにアーロンの方がボロボロになってるんだよな。再登場した時にはうつうつの身のうつこう人間。うつ病になってそう。この程度のガスじゃ新世界じゃ。ウイスキーピークは抜けられてもリトルガーデンで積みそう。ミホークにしたら学校帰りの小学生が家まで石を蹴って帰るくらいの感覚だよな。MH5 っていうネーミングセンス。超能力なしの男が様々な武器を駆使して戦うのが一番かっこいい。いいよね。覇気とかそういうのなしでも能力者と戦えたの。いつの間にかこういうキャラいなくなったな。考えるの面倒なんだろうけど。一番海賊らしい人かも。装備が何でもありだったから再登場したら伸びしろは一番あると思うんだけどな。使い捨てるのはもったいない。ミホークとの遭遇がなかったとしたらどこまで行けてただろうか。数を生かしてアラバスタ付近でバロックワークと戦争はできそうだが。バロックワークス VS アラバスタ VS 革命軍 VS クリーク海賊団。あの世界では数より質だから。タイマンならルフィに楽勝だったしな。銀の裏切りがなかったらルフィは MH5 で死亡。最後も鉄の網で海に引きずり落ちして自分は船の上に落ちたわけだし負けてないじゃん。能力者少なかったからこそ魅力もあったな。イーストブルー、ベッジの三日月武器早い段階で食ってたらめちゃくちゃ化けたと思うくらいにはポテンシャルある。普通に七部会くらいの器ある。会場という地形を抜きにしても終始ルフィの攻撃を受けてダメージなしなのはすごい。人外のアーロンなんか血を吐いたり歯が折れたりと散々だったのに。ミホークに見つからなければ銀が裏切らなければ。対戦やり好きだったわ。名前もいいし圧感もあった。ただ5000人もいて情報に関してはカラキシというあたりかなりアレな戦団だったのは見て取れるので、やっぱダメだったんじゃねみたいな感じはする。 MMO の初期にいる人数だけ多いけどライトゲーマー多くて自然消滅するギルドみたいな。幹部の層がバギー海賊団よりも薄い。銀の懸賞金1200万って東の海としてはかなり高額だな。バロックワークスでもそこそこ上に行けるな。まあ5が1000万だし。サンジが相手にならなかったからな。ミスターにまでは勝てるはず。さすがに1には打つ手がないか。
ぶっちゃけアーロン一味よりは主要クリーク一味の方が強かったよな。サンジが全く相手にならないって相当や。金が強すぎただけ。パール相手にもサンジは決め手を変えてたからな。盾の強度依存とはいえ魚人空手には勝てそう。餓死寸前からちょこっと飯食っただけでルフと相打ちまで持ってったの冷静に考えたらやばい。絶対アーロンより強いだろ。一番海賊らしいキャラだった気がするね。騙し討ちに初見殺しの装備盛りだくさんで大量の船と部下持ってる。わかりやすくて初期の良さがあった。黒とクリークは今も強キャライメージあるわ。イーストブルーは平均懸賞金300万ベリーだからな。金ってよくよく考えたら本気出さずにサンジを圧倒してて雰囲気的にゾロにも勝てそうだったから。普通にグランドラインでも通用するよね。やっぱりシンプルなのが一番かっこいいわ。クリークってまあ3くらいまでは勝てそうだと思う。さすがにまあ、1から上は無理そうだが。MH も次第で上位食えるんじゃないかと思ってる。金は戦闘スタイル的にボンクレイといい勝負できそう。パールさんはミスター5ペアでも厳しそうだが。手配書のクリークかっけえ。ロンギバージョンも見たかった。クリークは火炎放射器持ってるし消防ホースみたいなのも持ってると思う。だからクロコダイルとも戦えると思いたい。弱えと言われて取り乱すやつ。自分で弱えと認めてる証拠だ。圧倒的強者感。金に関してはミスター。1以外なら余裕じゃね？サンジとの実力差の描写は今読み返してもえげつない。2トンあるやリカルガル振り回せる時点でグランドラインでも通用するよな。いきなりラスボスに会っちゃったけど。何で再登場して七部会に入れなかったんだろうな。一番に似合うキャラだと思うんだけど。怪力も耐久力もすごいがルフィにとどめを刺されて瀕死状態になりながらも立ち上がって戦おうとするような精神力の強さがやばい。そやミホークにやられなかったらグランドラインのいいところまで行くってのも納得できるわ。覇王色の素質あると思うわ。飯食って元気になったら、ミホークにも挑もうとする心意気。精神の強さに肉体が追いついてない。爆発する槍はダイヤルの先駆けだろ。アーロンが新世界でブイブイ言わせてたんだからルフィをアーロンより苦しめてるクリークなら新世界でも通用するだろ。土下座して命乞いして残飯でもいいから食べさせてくれと。部下全員分の食料を用意させたのは普通に船長として有能なんじゃないか。それが利己的な判断だったとしても。カリスマ性はあるよな。覇気も使えそうだし。最強の剣士に追い回されて老いの状態で駆け出しにボコられる運がなさすぎる。実利のためにはプライドなどクソくらいの精神。まさに騙し討ちの二つ名にふさわしい男。角刈りじゃなくて挑発だったら絶対もっとかっこよかった。ルフィを海に沈めて戦闘不能にした上で、クリークは船の上でダウンするけど先に立ち上がってんだよな。最後は銀河とどめを刺して KO だけど怠慢ならクリークの勝ち。クリーク自身も武器を大量に搭載した戦争の象徴みたいなキャラだからまたいいのよ。名前負けしていない。実質ルフィに怠慢で勝てたのって4個を除いたらクロコダイルとクリークしかおらんだろ。クロコダイルは明確に勝ちだがクリークは引き分けじゃない？能力者に比べたらそや確かに泳げるけどこの重装備でも本人泳げるってすごいな。目的のためなら土下座だってするのある意味男らしくて格好良い。序盤敵の中では結構好き。シリアス土下道すぎて再利用されてないのが残念である。